牛肉530円。はい、これが大阪ですよ。大阪素晴らしい。起きた、もう早っ。たこ焼きや、大阪の。さっき全部ほら、もうキムチもあるもん、あるし、はい、たこ焼き、大玉12個、キムチのせのふわとろチーズ卵で、リボンはリボン、これ大玉12個全部。それは無理、それは無理、それは無理、でも2個しかないから絡まれてる、絡まれてる。はい、BC 選手、お前今日大工ハイボール28杯だっけ。言われたんで。やばいやばい、はい、飲むよ。お前何しに来たの。ポケモン GO しに来た。君は、あ、運転手。いやいやいや、蒲田はね、たこ焼き飼育員に来たもんな。たこ焼き飼育員に来た。俺はたこ焼きしてるために来た。選手たちはユニフォームは本当はねまだ見せれないんですけど、大阪遠征に来た君たちには特別に見せてあげようと思います。大阪楽しんでいくぞ。開けます、オープン。おお、めっちゃ詰まってる。こんな詰まる。え、500円だよ、これ。これもすっごい選手です。本当にこれが。ちょっとじゃあ僕ちょっと食べるんでね。いよね。いただきまーす。はい、どうぞ。あ、もう大丈夫ですか。暑いけど、すっごい選手。すっごい選手。すっごい選手、これ。すっごい選手、いただきました。すごい選手来た。はい、じゃあ。すごい選手、はい。多分ね、これドキュメント取れますよ。キムチとこれチーズ、これやばいから見る。ねえねえ。本当にこれ見て。すげえことなって、すげえ。これやばい。このザ・デブでしょ。ザ・デブ。大阪はたこ焼きだよね、やっぱ。大阪で言ったらもうたこ焼き。本当に大阪でたこ焼きだから。濃厚。キムチとチーズがもうやばい。もうマッチングして、しかもこう塩も入ってるから。お。めちゃめちゃ美味しい。はい。あとマジなんですよ。あ、うわ。味やばいでしょ。ベストでしょ。くそ熱い。マジ今我慢して食ってるけど。くそ熱いよ。本当にうまい。やばい。本当にうまい。大阪のたこ焼き。気持ち幸せ。いやもう最高よもうこれ。たこ焼きにもこれあげるか。ちょうだい。いい顔。もう私服の顔になったよ。うまっ。やばいよね、これね。何うまっ。ガチもんまじするし。あなたも顔がいる。何だった。あどこにちょうどいい。ホタカとか、そうそう、リボンとか、そう、ホリもまだ食べるんで。あいつらはね、まだ別のもん買ってましたよ、はい、まあ、あいつら別なもんだ。じゃあ、あいつらのもちょっとね、見ていきましょう。どうすか、どうすか。大阪や。大阪、大阪。やっぱ大阪に来てのたこ焼きは、格が違う。マジで。おう、ふわカメラ回すな、そんなふわとらが一番。カメラ回すな。何、ふわとらが一番。ふわとらやばいね。やばい、確かにやばい。お前ら何頼んだの。お好み焼きミックス。あ、お好み焼き頼んだの。はい、こいつが焼きそば。焼きそば頼んだ。おお、本場の焼きそばも食べてみたいね。おった、あった。全て多いです。全て多い。全て多め。そんなのあんの。いくね、いくね。これやばいな。これ誰が頼んだんですか。デレ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 。俺だね。いや本当はそれヤバくない。これヤバいです。これ何、これ何、これ何頼んだ。焼きそばの大盛りの、見て見て見て、ソースの金具がヤバい。ソースがめっちゃ多い。ガチヤバい。で、これが卵。卵、これ卵ってやつ。じゃあ、ボケいただきます。はい、うぃ、あ、あ、優勝。マジ優勝、優勝、優勝、なんかいいよ。どんぐらいやばい。これやばい。これやばい。食べたい食べたい食べたい。マジモン来た。いただきます。マジモン来た。やばい。優勝、優勝だよね。まだまだいいんすか。優勝でしょ。大優勝。まさか、まさかそんなうまいわけないよ。大優勝。優勝。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ガチでやばい。当たりだろ。やばい。さすが。デブはやっぱビンビンでしたから。大阪満喫していくぞ。
んかすげえ買ってるなんだこいつら。何買ったんですか。靴ですね、あのナイキのモアテン系。靴じゃない、靴じゃない、スニーカー。スニーカー、スニーカー、スニーカー、いやパーフェクトボディみたいな。僕結構 BC の中でもおしゃれ好きチームなんで、この3名はやっぱ買っちゃったんですね。買っちゃったんですね。目についたらだってなんかすげえ俺にテキさん、テキさん金下ろしてきます被害者も名前言わずにこれ、ね、値段見て買います。秒SD メンバーと同じノリ。 SD メンバーより早い多分この辺は負けてないぞ。迷ったら負けということ。そう本当に負けだったらね、もったいないから。いや大阪いいね、買い物しちゃってね。本当最高です。行きましょう。前回日光が始める乾杯だ。今ね、いやマジで、そう、新ユニフォームをちょっとね発表したんですけど、えぐい、いやえぐすぎた発表がね、素晴らしい、大爆笑、マジでえぐい、かっこよすぎる、でも全員もらえるんじゃないですか、ね、そこがそう、そこがミソなんです、そう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 、争いがですよ、まずマッピ野球なのに高校野球みたいな厳しい、本気で負けらんない、欲しい。これ欲しい。来たりすない。今調子いいからいいらしい。小田はね、出世率もいいしね。やっぱり最近調子出てるし、結果出てるし、全然ありよ。これから選手あったのに20人ぐらい入ってる。半分が落ちる計算だよ。そうやばい。いやもう、まあ、本当に負けたよ。だから本当にポジション合わせが大事だよ。カマさんもバッティングなんかすごい良くて、いやカマさんバッティングはめっちゃ良かった。ボールを若干した正義に言われたんだけど、最初もうボールを奪ったらもう本当ゴロを転がしてなんとか自分の仕事をしたい、本当できる限りのことでチームに貢献しようとしたけど、もう一個上のレベルに上がってなったら自分が決めるところでやっぱヒット打って点数っていうか打点を出てやっぱチームの勝利につながっていないから、そういうところでガチ打ちでやっぱ若干ボールの下を追いつけたり、それからなんか本当にいい打球当たりが強くなって、そうよ、負けかけてるからいいんだ、本当にやばいことだ。カマダ基本的にマジ器用なの、本当に器用、正義も言ったけど何でもできる、カマダに関して。あであとまあバントは一番自信あるから、まあ、そこだから絶対バントさんあれだよね、ドヤ顔がすごい。バント外したことない、外したことない、マジで2番では動きとしては本当に完璧で、うん、そうバントだけでも2番置けるくらいバントうまいんだけど、うん、もうヒット打ち始めてるから、うん、すごい AC 入ってめっちゃ楽しいです。なんか前は全然野球とか楽しめなかったチームメイトはいい人だったり、まあ、そう野球が楽しい、シンプルに野球が楽しい。そういう西村のメンバー多いよね、それマジで。本当に人柄がいい人しか入ってない気がする。俺はもう普通に楽しくで、なおかつそうです、ね、僕はもう本当に、まあ、高校までマジで自主練とか全くやってこなかったんですけど、本当に軟式になってから公式の違いは分かったっていうか、結構本当に練習してるよね。本当にそれであの家で練習し始めたのが BC 入ってからなんで、やっぱ家での練習が、まあ、軟式野球に関して大事かっていうのは、本当に高校野球で練習いっぱいしてたけど、軟式野球なんて自分の時間作ってやんなきゃいけないっていうのが増えたので、そこを有効活用できるようになってきたかなっていうのは最近。まあヒット打ってもらってからね。打ちます打ちます。結局まあでも俺が思うに、軟式野球って多分公式でむずい、むずいっすね。やってわかるよ、やってわかるし、むずい。だから俺も苦労して最初同じやってやれるから、もう全部こねるし、全部さ上が高くからさ、俺そうそう公式打っちゃったから、全部切っちゃうし、ただまあちょっとコツつかんだら、まあ、打てるようになったし、やっぱそれ練習大事だ、軟式は本当に大事だ、軟式だけなんです。ここからは短く最高のレールは引いてやるんで、死ぬ気で立ち続けてください。はい、はい、以上これから監督でのキャプテンでのキャプテンマリモでの DC だと思いますので、ついてきてくれる選手の皆さん、これからよろしくお願いします。本当に全国制覇、本当に口だけじゃなくて、いや本当にあのタブル制覇の通り口だけじゃなくて実行するようにこれから読みながら、本当に無敵制覇ってみんながで、ね、みんながやらなきゃダメ、それだけで行きましょう、お願いします。よし、よし、 See you。はい、ということで以上が STBC 大阪の旅でした。ユニフォームの打ち合わせをして大阪のたこ焼きも食べることができ、とても満喫できました。これからも STBC は飛躍しますので応援よろしくお願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。